半年にわたった通常国会が閉会となります。この国会を働き方改革国会とする。労働基準法の制定以来実に70年ぶりの大改革がこの国会で実現いたしました。我が国に染みついた長時間労働の慣行を打ち破る。この国から正規という言葉を一掃する。育児や介護などさまざまな事情を持つ皆さんが多様な働き方を選択できる一億総活躍の新しい時代に向かって大きな扉を開くことができたと考えています。平成のその先の時代、次の時代に向かって大きな一歩を踏み出した、そういう国会になったと考えております。